西口天道駅は山形県天道市本町一丁目にある東日本旅客鉄道大宇本線の駅である。当駅は大宇本線上を走るミニ新幹線である山形新幹線の停車駅となっている。一方、大宇本線の在来線としての愛称として山形線が設定されている。改札口ホーム短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線の 計2面3線を有する地上駅。大規模な共状駅舎を持ち、バスターミナル、ターミナルビルポールトと東口でつながっている。駅舎には、天道市の将棋資料館及び将棋交流室が設けられている。また、各ホームにはエレベーターが2.3番線に上りエスカレーターが設置されている。山形駅管理の業務委託駅で、緑の窓口、自動券売機、 待合室、ヌーデイズが設けられている。また2007年のダイヤ改正と同時に、緑の窓口内に指定席券売機が設置された。直営駅時代は、管理駅でもあり、高玉駅袖崎駅を管理下に置いていた。JR 東日本及び、天道市の統計によると、2020年度の1日平均乗車人員は981人で、ある。 1986年度以降の推移は以下の通りである。東口には昔からの商店街、住宅地があるが最近ではマンションの建設が進んでおり駅周辺の人口が増加しつつある。また西口は一昔前には田園風景が広がっていたが人口増加によって新興住宅が立ち並んでいる。天道バスターミナル天道バスターミナルからは 山港バスや市営バス、駅東口ロータリーからは、オリオンバスの路線が発着する。天道バスターミナルのバス停名は2020年4月に、天道駅前に解消された。ありがとうございます。